いや、あなたたちのおかげで私めっちゃ借金が増えてさ、だからめっちゃ生活潰されてるんですけど、あなたに貸したお金はきちんと返済してくださいって約束しておりますので、返済をしてください。事件前、執拗に金銭を要求していた女、去年12月、傷害致死などの罪で懲役22年の判決が確定し、佐賀県の麓警察署に服役中だった山本美幸受刑者です。43歳でした。今年夏ごろ体調の悪化で死亡していたことが分かりました。福岡高裁の確定判決によりますと、山本受刑者と同居していた岸翼受刑者は、佐賀県の主婦高畑留美さんから金銭を搾取する目的で太宰府市の自宅アパートなどに監禁し、2019年10月に木刀で殴るなどの激しい暴行を繰り返し、外傷性ショックで死亡させました。逮捕当時から山本受刑者は一貫して事件の関与を否定。しかし去年3月、福岡地裁は被害者を服従させて搾取するという私利私欲の目的のために犯行に及んだと指摘した上で、被害者に対する優越感から暴行や虐待行為を楽しんでいた様子も見受けられる。人としての尊厳を踏みにじられた末、命を奪われた留美さんの感じた苦痛は計り知れないと断罪し、山本受刑者に懲役22年の判決を言い渡しました。判決文が読み上げられる間、山本受刑者は肩を震わせながら笑っていました。山本美幸が亡くなったのはご存知でした？知りませんでしたよ。山本受刑者が死亡した原因は何だったのか。 TNC は太宰府事件に関係し、山本受刑者を長らく知る人物に話を聞くことができました。なんかその病気を抱えてらっしゃったんですかね。まあ確かにね、まあ、逮捕される1ヶ月ぐらい前かな、入院しとったのは間違いない。病名は分かりません。終わったことやし、今さらどうやこうや豊かでしゃあないし、安らかに眠ってくれと、まああの世で反省してくれ感じやね。太宰府事件をめぐって TNC は、遺族が11回警察に相談を繰り返していたにもかかわらず捜査に乗り出さなかった佐賀県警の対応について問いただしてきました。しかし、当時鳥栖警察署に対する一連のお申し出の内容からは、被害者の女性に直ちに危害が及ぶ可能性があるとは認められませんでした。佐賀県警は署で相談を受けた場合の報告書の書き方などを見直すとした一方、当時の対応に問題はなかったと結論付けています。